エリーザベト・ピア・アンゲリカ・マルガレーテ・テフォン・ザクセンは、オーストリア大公、オット・フランツの日。最後のオーストリア皇帝カール1世の母、ザクセン王・ゲオルクとその日で、ポルトガル女王・マリア2世の娘であるマリア・アンナの、次女として生まれた。最後のザクセン王、フリードリヒ・アウグスト3世は兄である。1886年10月2日。 フランツ・フェルディナント・大公の弟で美男として知られた、夫・フランツと結婚した。マリア・ヨーゼファは、非常に敬虔なカトリック教徒で、ナウテの女たらしで、華やかな大公と、あだなされた夫との結婚生活を、全うできたのは、彼女の強い信仰心があってこそと言われていた。カール・フランツとマクシミリアン・オイゲンの二男を設け、子供たちを、 父親の悪い影響から避けるために不審したという。夫が長年の不節制がたたって亡くなった時、大げさな悲嘆を見せない彼女は逆に称賛された。第一次世界大戦中、マリア・ヨーゼファは旧ごしらえで野戦病院に作り変えたウィーンのアウガーテン宮殿で傷病者の手当に当たった。1919年、カール一世と皇后ついた一家らと共に、 オーストリアを離れ、亡命した。第二次世界大戦中の1944年、バイエルン州、シュロスビルデンバートで死去した。遺体は、ウィーンのカプチーナーの骨堂に、夫の隣に葬られた。マリア・ヨーゼファ大公妃と、息子たち。ありがとうございます。